はい、どうも、岡田ジュエリー担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、ということで祝8周年プラチナチャンス結果発表、今回はこちらを見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、一等がこちらですね。ちょっと持っていたかのね、覚えがね、まあまあまあ毎回ないんですけれども、まあこんな感じです。今回ね、なんかどうやら1日だけログインできてなかったっぽくて、今44枚しかなかったんですよね。なのでまあって感じです。さあ、とりあえずじゃあ行ってみましょう。9等10等が少ないのがまあポイントだと思うんですけれども、それでは行ってみましょう。ここから私の結果発表になります。さあ、とりあえず10等7枚ですね。めっちゃ多めっちゃ多ない？ 30 本って。ってことは37本でしょ。あ、でも、まあ、被ってるやつ一応あるから、あるから、9等はまだ被ってる可能性あるもんね。10等は被ってないけど、うん。まあ、とりあえず最低保証5等以上取れるのか否かってとこですよね。8等 C、8等 B、8等 A があって、7等あります？ありますね。7等 B。6は？あ、7等 A。そして6は？5等。あれ？ 5 等ってこれなの？これ、あれ？なんかさ、みんな同じなんじゃないの？ 6 等、5等って。なんていうか、なんかいつもうずきちゃんがなんかそのあたりじゃなかったっけ？違うっけ？5等以上ある！ 4 等だ！やったー！やったー！あ、別に5等はあれでよかったみたいですね。久々に5等以上取れましたね。やったー！ということで、まあ、このような感じです。ちょっとざっと上から見ていきましょうか。4等 SS には確定ガシャが2枚。スタージュエル1000個嬉しいですね。嬉しい嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ってことはこれ確定分ですよね。ですよね。なので SS レア確定ガシャチケット全部で3枚ありますね。いや、もうこの段階でジュエル800個。レースレアスカウトチケットでジュエルもいっぱい。ジュエルいっぱい。で、8等なら100個ですね。ただこのプラチナガシャチケットがあるのが嬉しいですよね。いっぱいあります、あります。で、こちらもいっぱいありまして、まあ、9等はジュエルが、50が30個。まあ、これだけでも結構多いよね。1500はありますもんね。といった感じになりますね。あれ、S レア以上確定ガシャチケットってないんかな？私が引けてないだけかな？報酬ちょっと見てみますか。ここじゃないね。ここか。1等、2等、3等までがスカチケありか。もうちょっとやったんやね。もうちょっとでしたね。まあ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 、もらえるだけでね、まあ、かなり嬉しいんで、4等でも。S レア以上確定ガシャチケットは、あれ？あ、6等であるんか。なるほどなるほど。6等は私なかったんで。なるほどなるほど。じゃあせっかくなんで、SS レア確定ガシャチケット。今3枚手元にありますので、そちらもちょっと合わせて引いていってみようかなと思います。はい、こちらですね。こちら3枚引いていきたいと思います。ジュエルはね、まあ、ログインボーナスとかその辺とかもまだ混じってたんですけれども、まあ、5000ちょいあったっていう感じでしたね。いや、6000ちょいや、6000ちょい、6000ちょいありました。めちゃくちゃ美味しいね。嬉しい、めっちゃ増えました。ということで、SS レア確定ガシャチケット、こちらね、3枚引いていきたいと思います。さあ、いや、ロードはね、多分、あるんですよ。まあ、これが新規かどうかですね。さあ、誰だ？キャシー持ってた気がするけど、どうだ？どうだ、どうだ？プレミアムカットですね。あー、持ってますね。笑いの中心、キャシーグラハムということで、メダルをとりあえず1枚。
ゲットでございます。さあ、全部で3枚なのであと2枚やります。いきましょう。どんどん引いていきますよ。これ青封筒と刺繍封筒の違いなんなんやろね。確定ガシャチケットやのに。ちかちゃん2周目なら持ってないんだけど、これ2周目2周目じゃない2周目じゃ違うどっちや、1周目なんやね。なかなか新規出えへんな。工場でも結構持ってないの。持ってないアイドルちゃん、スカウトできてないアイドルちゃんね、いっぱいいるんですけれども。ということで今のとこメダルしかゲットしてませんが、最後のこちらはどうでしょうか。さあお願いします、お願いします。ユミちゃんは持ってますね。ユミちゃんは持ってますね。はい、ということでメダルゲットです。メダル3枚なんでね、まあいいでしょう。メダル集めてるんで。じゃあちょっとね、メダル今どれぐらいあるかだけ確認して終わろうかなと思います。61枚、結構増えてきましたね。まあ、このプラチナスカウトチケットをここまで目指してるつもりでは実はあるんですけれども、あるんですけれども、まあまあまだまだよね。半分やっといったってところですね。まあ頑張って集めたいと思います。はい、ということで今回はプラチナチャンスの結果発表を見ていきました。皆さんどのような結果になりましたか？よかったらコメント欄にて教えてください。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。